よく見ておけ。手裏剣術はサラダの方が得意だってばさ。影分身の術。そうだ、結構頑張ってきたんだぜ。なあ、くそ、千人、いや、1万人くらい出してやるってばさ。無理。くそ。襲撃を受けた。へえ、なんとも原始的なやり方で。まあ釣りたいものは釣ったので、ここで失礼します。そのかぐやの城から持ち帰った巻物を今解読しているところだ。試験を中止にせざるを得ないか。火の国のメンツ、火影のメンツが大きく傷つく。ならばなおのこと、俺は巻物の解読を急がねばならんな。やれやれ、僕たちもサスケさんのように現場にいられればいいんですけどね。